ここからジャンプしていけるとこないのかな。これは無理だな。そこら辺から掴んでいけそうなもんだけど。マーカーガン虫自分でつけといてね。こういくわけだ。あそこは何なんだろう。マーカーだけつけとこうか。うっそ、余計なことした。余計なことしてツボにはまるタイプ。いやー今日はほんとどつもはまってるわ。おいおい、ちょっとこれはあれか、もう休めというサインか。見えねえ。ちょっと待った。エレメントシティ見つけたんだけど。あ、これはあれですかね。うちの箱丸さん大ピンチ？なんかいる。あ、久しぶりの行商人さん。おい。これはまずい感じがするね。どうもリベットシティの方向くとこんななるんですけど。ちょっと見えない見えない見えない。どうしようやべえ。いろいろとリエントマリアだなこれは。ひどいわ。もうリベットシティの方向くことすら許されないんだけど後ろは歩き縛りとか ちょっと本当ですか。再起動した方がよくね。やっぱりそう思います。ちょっとセーブしますか。まずはグラムが死んだ感じですよね本当に。いやまあせっかくリベットシティまで来たんで、ちょっと入ってから終わりたいんで、ちょっと一旦電源切ります。ああでもあれかも、アーケード買ってハードディスク移植した方がいいかもな。
今週も箱丸さんは結構売れてたみたいじゃないですか。まさかリベットシティが見えなくなるとは。さて、来た来た、これ見える見えるぞ。僕にもリベットシティが見えます。お、なんだお前。助けてくれ。ヘイカルロス、水はあるか。喉が渇いて。どんな水でもいいのか。放射能で汚染された水を飲んできたんだ。もう嫌だ。さっきも吐いちまった。精製水を頼む。これは噂のあれだな。カルマをあげるチャンスだね。いや、じゃあ飲むんだ。本気か。交換できるもんなんて何もないんだぞ。ますますサロン社といいのか。ただで、ただであげるわけないだろ。お断りだ。ないわ。本当か。本当なのか。いい、ああ神様ありがとう。このことは絶対忘れないよ。わあ、リベットシティにようこそ。橋が伸びきるまで待ってくれ。おお、綺麗なグラフィック。その場に停止しておく。リベットシティに何の用だ。街の歴史を研究しに来ました。研究ね。私は力にはなれんが、中で質問して回る分には自由だ。面倒事だけは起こすなよ。リベットシティの歴史について教えてほしい。この辺の歴史のことなんて気にしてる暇ねえよ。そう思わないか。私が気にしなきゃなんねえのは今ここで起こってることだ。力になってくれてありがとう。おい、俺は勤務中だ。さっさとしてくれ。終盤は水小じきに浴びるほど飲ませるから困る。助けてくれ。ああ、ドクターハリーのラボってこの辺りを寝られる場所は。休憩室はタダだけれど、ベッドは汚い。デッキ中央部にある。広々としたベッドがたくさんあるやん。赤いボタンの花と絶叫が聞きたかったのに、どういうことだ。部屋を借りてくれ。彼女はアッパーデッキにいる。部屋借りれるんだ。さよなら。ああ、吹き抜け。リベットシティ市場へ。弾が欲しい。足りないし2匹でも少なすぎる。だから3ドッグだ。この世の終わりの前夜を生きている諸君、元気かい。ニュースの時間だ。タロン社から派遣された残酷な傭兵連中についての情報が、特にダウンタウン PC のあたりからたくさん。待て待て、タロン社の情報だな。連中を見かけたら、まあなんとかうまくやってくれ。奴らがお前の持ち物を欲しいと思ったら、礼儀正しく頼んだりはしないからな。つまり連中は他の傭兵なら引き受けないような契約を結んでる。つまりどんなことでもやる。だから気をつけろよ。また会おう。俺はスリドック。分かったよ、スリドック。俺は勤務中だ。さっさとしてくれ。同一人物か。バイバイ。さあ、この重要な公共放送をよく聞くんだ。心の狭い人間になる。テッドストレイヤーだ。よかったら付き合えよ。
テッド。面白そうだ。よし、あんたと俺で楽しくやるか。リベットシティの歴史について聞きたい。俺もついたばっかりでさ、役立たず。ことは何にも知らないのさ。バイバイ。またな。人間と同じなんだ。